共同通信デスクの桜ウイロウ様が匿名でヘイト発言を続けていた問題で、社内での正式な処分が決定しました。桜ウイロウ様は、ひまそらあかね様やナザレンコ様らに粘着していたツイッターアカウントですね。粘着度合いと発言内容の悪質さが群を抜いていたため、見バレした時はかなり話題になりました。特にナザレンコ様への粘着が凄まじかったですね。レイシスト扱いしてしつこく絡んでいましたので、開示されても仕方ないでしょう。ここまで悪質なケースは少ないので、共同通信がどういう処分を下すのかが注目されていました。そして共同通信が桜ウイロウ様に下した処分は減責処分でした。減責処分とは、始末書や注意だけで済ませる処分のことで、減給や降格はありません。始末書と注意だけってほとんど何も処分がないのと同じようなものですよね。舐めてんのか。桜ウイロウ様は完全にライン超えてるので、会社を守るためにも重めの処分を下すべきだったと思います。ニューポスト7の記事から引用します。入手した社内向けの発表資料によると、共同通信は職員の一人が匿名で運用していた SNS のツイッターアカウントで、自分と意見を異にするアカウントを執拗に攻撃する投稿を長期間繰り返し、一部に相手を公然と侮辱する表現があったと事実を認め、職員の行為はソーシャルメディアの利用に関する指針や職員就業規則に抵触する重大な問題行為で、責任は重いと判断しましたと説明している。また今後、再発防止のため SNS の利用規則を改定する予定だという。桜ウイロウはいわゆる左翼アカウントとして数年前からユーザーに認知されていた。フォロワーは 1.6 万人、現在はアカウント削除に上り、作家の桃田直樹氏や有本香織氏の有識者に絡む言動が目立ち、たびたび炎上騒動が起きていた。桜ウイロウの中の人物については今年2月、過去の SNS アカウントから氏名などの個人情報が流出していて、取材の結果、共同通信名古屋編集部のデスクであることが分かった。また名前が SNS で流出した後に同社では緊急の会議が開かれ、当該記者は10日間の自宅待機が命じられたことも分かっている。騒動発覚から約2ヶ月、桜ウイロウへの処分が決定したことについて共同通信社員が語る。会社が下ろした処分は減責でした。この2ヶ月間、会社は桜ウイロウのツイートをほぼ全て印刷して、一つ一つ社内の規則と照らし合わせていた。印刷した紙は数千枚になったとまで言われています。そのため処分が決まるまで時間がかかったのではないか。え、この時代にマジでそんな効率悪いことやってるんですか。さすがにやってないでしょ。願望、紙に印刷すると印象が全然違うので、作家とかが自分の書いた文章を読み返すとき印刷することはあるみたいですが、なんでツイートの内容を見るのに全部印刷する必要があるんですかね。印刷したところでアウトなツイートしまくってるんですから、印刷しようが何しようが印象は変わらないだろうと。まあでも桜ウイロウ様は炎上後に謎のツイ消しをしまくっていたので、会社にはまずいツイートを報告せず隠蔽しているという可能性もあります。もしそうだった場合、後々面倒なことになります。ナザレンコ様は訴える気満々みたいですから、裁判で桜ウイロウ様の過去ツイートが発掘された時、全てのツイートを会社に報告していなかったことがバレてしまいます。さすがにそんなことはないと思うんですけど、もし万が一そうなった場合、さすがにクビでしょう。まあさすがに会社に対して嘘の報告をすることはないと思いますが、ナザレンコ様のツイートから引用します。これで終わらせませんよ。謝罪も訂正もない見積で満足する被害者いなかろう。長期化近々、この件に関してとても良いニュースありますので、楽しみにお待ちください。炎上後の桜ウイロウ様の態度からして、責任転嫁しまくっていて全く反省しているように見えませんでしたからね。ここはぜひ徹底的にやっていただきたいと思います。とても良いニュースとは一体何なのでしょうか。気になりますね。それと桜ウイロウ様のサブアカっぽい存在を確認しています。まだ未確定なので今の段階では動画にしません。ボロを出したら動画にするかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。